が出ました。ほこです。じゃあ早速楽しんでいきましょう。これはね、あの以前にもらったカラフルうんこです。これ確かにうんこ刺すとうんこがカラフルになるんですよ。行きましょう。はい、プリットプリンセスです。これはあれね、なんかすごいかわいいうんち。行きます。気持ちいい、うんこのスクイーズ。愛のうんこルームです。愛の。Yeah.
真剣です。真剣。掴んでみてください。はじめたこちらのクソゲーセンター行きたいと思います。今回はどのようなクソゲーなのか。ということで、うんこミュージアムから帰ってきました。でね、そのうんこミュージアムで購入したものを紹介していきたいと思います。いや結構ね、前よりもいっぱいね、新商品とか可愛いものが、ね、たくさん増えてたので、今日はね、いっぱい買ってきたので紹介していきます。こちらです、袋は。袋もね、ちゃんとうんこミュージアムと書いてあります。うんこです、皆さんの糞でございます。まあ、こちらがね、今回のパンフレットです。やっぱ安定に可愛いですね。でもうんこミュージアムってもう最高だよね。でね、広さもね、こんな風にめっちゃ広くなっているので、すごく楽しめました。こう入る時に器もね、もらいました。うんこの形の、いいですね、夏なんでね。ママポンがピンクで、ユーポンが紫色のうんちを出しました。で、マネージャーさんがなんとゴールドの糞をね、出したという感じですね。あの、すっごい笑ったからね、え、何色でんだ、何色でんだろうと思って、ベンゾメタルすっごい光ってんのね。ではね、それでは買ってきたものを紹介します。まずこちら、T シャツを2枚買ってきました。これは、こうね、後ろもね、表も真っ白なんですけど、唯一ここのポケットに、うんこマークが書いてあります、うんこマーク。でもね、あんまわかんないよね。うんこって。ソフトクリームかなと思うからね。でもね、結構シンプルでね、可愛いなと思って購入しました。で、これピンク色の T シャツで、裏は何もないです。ただただ、もううんこって書いてある T シャツです。で、続いて、こちら。
これはうんこトートバッグですね。うんこトートバッグ、何うんこトートバッグってで、これね、色はね、何色か買ったんですけど、なんか黒とかあって、わ、黒も可愛かったなと思ったんですけど、ユーポンはピンクとなんか水色のトートバッグにしました。なんか夏っぽいよね。で、これはなんか肩から下げられるとかじゃなくて、普通に手持ちのトートバッグです。なんかさ、よくさ、幼稚園の頃はさ、こういうところにさ、絵本とかもらってさ、入れてた、こういうのに。ほら、まあでもこれはちょっとした時にいいと思います。で、そして続いてはこちらです。うんこステッカーです。なんかこの前までうんこステッカーあったんですけど、なんか可愛くなってますね。皮膚が弱くないかだとか、まあ、直接貼って剥がせるシールですって書いてあるから、なんかタトゥーシールとかじゃなく、もう今日はウンベルトを貼りたいって場合はもうここからピッて貼って、ピッて取って貼るだけらしい。なので、ね、これよかったら、まあノートに貼るのもいいし、顔に貼るのもいいし、なんかケースに貼るのもいいので、ぜひ使ってみてください。で、そして続いてこちら、うんこスクイーズです。じゃじゃーん。なんかさ、今回のね、お台場のあのうんこが噴火するやつあったじゃん。あそこにさ、こういうね、スクイーズのうんこも置いてあったの。なんか進化したよね。すっごい嬉しかった、このうんこ置いてたの。で、すっごい気持ちいいし、こちら売ってるのでぜひ購入してみてください。あ、多分ね、学生さんたちはこれ好きだと思う。スクイーズ集めてる子とか、ぜひうんこスクイーズを。で、匂いがね、超いい匂いするの。ケーキみたいな甘い匂いが。で、そして続いてこちら、これはキャンディーです。うんこキャンディーで、キャンディーがこのようにいろんな種類があるんですけど、多分味は一緒です。うんこがある、中にうんこがある、すごい。ほら、それで続いてこちら、トイレットペーパーです。やっぱね、うんこと言ったらトイレットペーパーということで、そう、なんかね、いろんな色がありました。多分動画でもあったと思うんですけど、なんかピンクとか水色とか、もうほんといろんな色があったので、好みの色を。で、トイレットペーパーの柄がこんな感じです。なんか結構いろんな柄があるね。これはピンクだから、これはこの色とかなのかな。水色とかだとどうなんだろう。まあ、ぜひね、トイレットペーパーいっぱいあるので使ってみてください。で、続いてこちら、マスキングテープです。これはね、ちょっとマネージャーさんからいただきました。ほら、ウンベルトくんがいっぱいいます。はい、こういうね、マスキングテープもなんか2種類か3種類か、結構いろんなマスキングテープがあったので、ぜひ見てみてください。さあ、続いて最後、こちらお菓子です。そう、うんこミュージアムにね、こういうお菓子も売ってました。うんちチョコクランチと、うんちチョコクランチ、あ、違う、うんチョコクランチのホワイトチョコと、うんチョコクランチのストロベリー味です。待って、うんこじゃないんだ形。あ、でも本当に美味しそう。うんこから生まれたうんこ。ほら見て、なんかね、中身はね、ほんと普通なの。いつも通りのなんか丸の形のクランチだった。うんふん、やっぱクランチいいわ。はい、ということで、今日はうんこミュージアムで購入したものを紹介しました。ぜひね、よかったら皆さんも東京お台場のうんこミュージアムに行ってみてください。ではご視聴いただきありがとうございました。メインチャンネル、サブチャンネル、ゆっぽんの休み時間、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、LINE LOVE、TikTok の方もフォローやろっぽんです。では、おつぽん。